皆さんこんにちは。ぐるぐる99の名物企画、面白そうでブレイクしたトリオ芸人のパーティーちゃん、その中でも青髪が特徴的な信子さんなんですが、実家がお金持ちであることが分かりました。また旦那さんとはマッチングアプリで出会い、小田切城にという噂などもあります。それでは今回はパーテちゃんの信子さんの生い立ちや実家のエピソード、結婚、藤田ニコルさんからの辛口コメントなどについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずはプロフィールです。芸名信子、本名大野信子、出身大分県大分市、生年月日1992年8月1日、公式では非公表、事務所渡辺エンターテインメント、青髪ギャルで既婚者であることも公表されて話題となっている信子さん、実はご実家がお金持ちであると言われています。2023年4月19日放送のバラエティ番組「上田と女が吠える夜」に出演された際に、実家が裕福で名家であることを公表されるようです。なんとご実家は33億円の豪邸で、お年玉も50万円ほどもらっていたようです。実家ではお手伝いさんを雇っていたそうで、落とし物をした際には拾わなくていい、拾ってくれる人がいるんだからという環境で育ったのだとか。また信子さんはその後ミシュラン5つ星のお店でワインソムリエのような仕事をしたこともあるようで、マナーに関しても人よりも優れているそうですよ。なんといっても33億円の家ともなるとかなり大きい印象がありますよね。まず外観に関しては日本の城のような建物なのだそうです。タクシーで住所ではなく〇〇城行ってくださいと話すと通じるようで、地元では知られている家のようです。残念ながら場所の特定はしないですが、大分市にある城となると有名な場所なのかもしれませんね。また2020年3月13日に放送された出川の Y で、信子さんが実家に旦那さんと一緒に訪れていたことが紹介されていました。そこでは信子さんの母親と父親もおり、どちらかというと母親にという印象でした。また後ろにはちょっと高そうな時計なのかトロフィーのようなものが映っていました。ですが33億円の実家という割に思ったよりも質素な印象でした。またパーティーちゃんの3人が大分に行った際に信子さんの実家に遊びに行ったこともあるようです。おそらく物置部屋なのか高そうな絵画などがちらっと置いていましたね。もしかするとお父さんかお母さんは絵を集めるのが好きなのかもしれません。また信子さんはパーティーちゃんの YouTube チャンネルでも話していたのですが、徳川家の末裔らしいです。大野信子さんというのが本名になるのですが、一見徳川家と関係ないように思う方もいらっしゃるかと思います。というのは徳川家といえば愛知県とか鈴岡県などのイメージがあるからではないでしょうか。ですが実は徳川家のお墓というのは各地に複数あり、有名なものが久能山東照宮、静岡県、日光東照宮、栃木県、南宗寺、大阪府、円光寺、京都府、大樹寺、愛知県。歴代の徳川家についても調べてみたのですが、日光東照宮、栃木県、増上寺、東京、寛永寺、東京、谷中霊園、東京など大分県とは縁もゆかりもないような気もします。ですが実は徳川家の中には大分に渡った方もいらっしゃいます。その方は徳川家康の孫にあたる松平忠直という方です。ちなみに徳川家康の次男結城秀康の息子さんですね。松平さんなんですが問題児だったようで、江戸に参勤する途中で無断で国に帰ったり、江戸に出府しないことが続いたため萩原に流された人物なのだとか。残念ながら家系図なども当たってみたのですが、松平さんが信子さんのご先祖という確かな情報は見つかっていません。ただ言えるのは、仮に徳川家の末裔だということが事実なら、松平さんがご先祖である可能性は十分あるということですね。そんな信子さんを含めパーティーちゃん
としてサンマの向上委員会に出演した際、女性メンバーを狙っているという芸人の名前を暴露する一幕があり話題となっていました。パーテちゃんのギャルメンバー2人がピアすぎて心配と言いながら登場した。お笑いコンビ A マッソの加納さんは、今ギャル2人が狙われ出してる、人付き合いがいいので誘われたら全部受けてると思うと話したところで、出演の今田耕司さんに MC の明石家さんまさんがいけるのか突っ込むと、今田さんは冤罪やわと立ち上がって抗議していました。また信子もリアクションがいいから、いろんな芸人を勘違いさせる、交際に行こうとする芸人がと加納さんが言うと、信子さんは直接言われたわけじゃないんですよとポツリとこぼしていました。それに対しさんまさんが誰やと聞くと、キョンチーが NSC 東京の重予期とヒントを出し、結局ネルソンズの和田まんじゅうさんであることが発覚。キョンチーがライブの打ち上げの時外でタバコを吸っていたら、和田が信子とディズニーランドに行きたいんだけど行ってきてと暴露、一緒に来てくれないって言われて、そんなの先輩と後輩で遊びに行くのなんて普通なんだから二人で行けばいいじゃないですか、でも二人で行くと緊張するしガチだと思われたらあれだからってと明かしていました。スガちゃんもある番組で地球にこの二人しかいなかったらみたいなの企画でカップルになって、収録の後に信子が和田さんに、本当はありなんだけどねみたいなことを言ったら、そこから和田がガチになっちゃったと暴露。これにはさんまさんもこいつが悪いんやないかと信子さんを指さして突っ込み、これに対し信子さんは、芸人としては好きだよ、うちは全然好きだよみたいに言ったのを、向こうは告られたと思ったのかわからないけどと答えると、今田さんは誰が冗談やと思うねと声を荒らげていました。これは冷やすぎて心配と言われても仕方がありませんよね。またタレントの藤田ニコルさんがロンドンハーツに出演した際、お笑いトリオパーティーちゃんの信子さんが大先輩にとっていた態度に本当に引いたと本音を漏らしていました。一般女性に聞いたランキング発表の前に藤田さんが格付けしたランキングを発表、その中で8位に信子さんを挙げた藤田さんは理由として、この前収録一緒だったんですけど、前室でダウンタウンの浜田さんにテレビのカメラも回ってないのに写真撮ろって言っていて本当に引いてと暴露。続けて、カメラが回ってる時だったらわかるけど30歳でそれはと浜田さんに対する信子さんの態度を指摘していました。その藤田さんのコメントに対し、ちょっと待って、年齢は別によくないと慌てる信子さんでしたが、藤田さんは10代とかの若い何もわからないギャルの子たちだったらわかるんですけど、30歳になってそれはちょっとやめた方がいいと思うと真面目に注意。藤田さんの怒声論に信子はなんでよと大慌ての様子でした。最後は旦那さんについてです。 YouTube チャンネルパーティーちゃんの今夜は何パの動画に出演し、旦那さんについて明かしていました。信子さんは28日放送の ABC テレビ愛席食堂で一人ロケに挑み、エンディングでジーザスお腹空いてると呼び込む形で旦那をさらりと紹介し、信子さんは、皆様ご報告が遅れましたが、私パーティーちゃん信子は実は結婚してました、イエーイとギャル満開でハイテンションで結婚2年だと明かし、スタジオを驚かせていました。一方スガちゃんとキョンチーは反応が薄く、どうでもよかったっちゃよかったとも。スガちゃんは、愛席食堂は芸人からすると登竜門というか戦いの一つとした上で、一番面白いタイミング、話題になるタイミングで出そうと話していたといいます。信子さんと旦那さんはマッチングアプリで出会い、2020年7月に結婚。
スガちゃんがめっちゃイケメンなんだよなと向けると、信子さんは好みが小田切上丹で、夫が似ているのも小田切上丹とのろけていました。外野からは本当に顔だけだもんねと突っ込み、今年36歳の年上夫で、仕事はセレクトショップを経営していると言います。動画後半では旦那さん本人とも電話をつなぎ、スガちゃんが何が良くて結婚したんですかと聞くと、わかんないっすねと決め手は明かさず、まあでも楽しかったからですかねとラフに語っていました。いかがでしたでしょうか。パーティーちゃんの信子さんの生い立ちや実家のエピソード、結婚、藤田ニコルさんからの辛口コメントなどについて紹介していきました。今後の活躍にも注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。